こんばんは、みつのあじこです。引っ越ししてきて2年半。日当たりがいいので、ベランダ菜園なんかいいなと思いながら、あっという間に2度目の春が過ぎようとしています。ベランダには何一つ置けてないのですが、室内ですくすく育っている植物がいるんです。食べても美味しい植物。今回のテーマはアボカド。アボカド大好きでよく買うんですが、去年ふと思い立って、この大きい種、どうやったら育つんだろうと思って調べて育て始めました。ちょうどゴールデンウィークだったので1年になるんですが、最初は水耕栽培で、なかなか芽が出なかったです。あの大きい種をとんがった方を上にして水につけておくだけなんですけど、徐々に二つに割れて根っこが出て、頭から芽がぴょこっと出るまでに1ヶ月以上かかったような記憶があります。そこから土に植え替えたところ、ぐんぐん伸び始めて、1年で今50センチオーバー。鉢植えなので総丈70センチぐらいになってます。びっくり。遊びに来る友達も想像以上の大きさに、先日は写真を撮って帰りました。そして実がなるまで育ててよって言われるんですけど、いや無理だって。まず実がなるのに5年から15年ぐらいかかるらしいし、3メートルから下手すると10メートルぐらいに成長して、少なくとも2本ないと結実しないらしいんですよね。いや、賃貸だし無理でしょう。というわけで、完全に観葉植物として育ててます。そんなアボカドですが、アロマテラピー的には、匂いらしい匂いはないですよね。果実は、食べる部分ね、若干青臭い香りがします。で、今日話したいのは、アボカドのオイル。食品としても、売ってることがあるし、私たちアロマセラピストとしてはクリームやもちろんオイルマッサージ用のオイルとして馴染みがあります。ただアボカドオイル、ちょっと使いにくい癖のあるオイルなんです。栄養価としては
オリーブオイルと一緒、オレイン酸、オメガ9ですね。これがたくさん含まれているので、肌にも健康にもおすすめです。そしてビタミン E をたっぷり含んでいるので、抗酸化作用が高い、つまり酸化しにくいオイルです。ただ、絞ったままのオイルだとかなり濃い緑色をしているので、服やタオルにくっつくとあまりいい感じはしないですし、そもそも粘稠度が高い、ドロッとベタッとしているので、単品で顔に塗るとか、手に塗るとかっていうのは使いづらいオイルです。おすすめとしては、クリームのベースとして使ったり、サラサラとしたオイルに少し混ぜて使うことをおすすめします。食べるときには、料理の仕上げにちょっとだけかけてみてください。お味噌汁に小さじ1杯ぐらいとか、サラダにかけるのも、あの青い風味が野菜にマッチすると思うので、おすすめです。そうは言っても、やっぱり果実そのものを食べるのが手軽だと思います。最後に失敗しにくい。しないとは言わない、しにくいアボカドの見極め方なんですが、黒い方が熟してるっていうのは皆さんご存知だと思います。それ以外のポイントとして、ヘタがちゃんとついていること。ちょっと固めの茶色いものを選んで、1日2日、常温で置いて、ヘタの周りがうっすらくぼんできたら食べ頃です。試してみてください。初めてアロマは、香りのサブスク連動型ポッドキャストです。毎月厳選した精油と、アロマクラフトのキットが届くサブスクリプションサービスです。インスタグラムとスレッズにて情報を発信しています。ご意見ご感想お待ちしております。そうそう。ちょっと前のうどん会が意に反して好評です。そのうちお便り会ができるくらい反響があればいいなぁと思ってます。お相手は、三つのあじこでした。X の個人アカウントで、時々アボカドの成長を載せてます。何人か楽しみにしてくださっているようです。ありがとうございます。